西日本スポーツ、西日本スポーツは、福岡県福岡市の西日本新聞社から発行されているスポーツ新聞。略称は西スポ。1955年、昭和30年2月21日、九州で初のスポーツ新聞として創刊。九州各県、主に北部九州地方のスポーツ、主に福岡ソフトバンクホークス、アビスパ福岡。 大分取りにいた、サガントス、ロアッソクマモト、ギラバンツ北九州、ビファーレン長崎の情報に力を入れている。福日新聞が発行していた福日スポーツが廃刊されるまでは、福岡県内においては西スポ・福スポで熾烈な読者獲得争いが繰り広げられていた。特に福岡ソフトバンクホークスについては、他に大きな出来事があっても一面に持ってくるほど、 力を入れており、2006年からは、一面から三面まで、丸ごとホークス。と名打って、従来よりもさらにホークス情報に力を注いでいる。過去に、キャッチフレーズとして、野球は、ホークス、新聞は西日本。というものがあった。現在は一面の、西日本スポーツ大事の発行所住所の下に、ホークス情報満載。と、表記されている。 西鉄ライオンズの投手だった、稲尾和久の通称として知られる、神様、フッツ様、稲尾様は、投手の見出しで表記されたのが最初である。中央競馬面は、中日スポーツからの記事、予想提供で編集。芸能、社会面、福岡ソフトバンク以外のプロ野球面、北部九州地区以外の一般スポーツ面は、西日本新聞社と同じブロック市三者連合に、 カメール、中日新聞社が発行する東京中日スポーツから記事、紙面を提供されている。2015年7月より芸能、社会面は神戸新聞社が発行するデイリースポーツからの記事、紙面へと変更された。中央競馬面は2013年4月1日付けまでは産経スポーツが制作していた。それぞれの記事の字体がサンスポや 当中と同じであるところから判断できる。松本零士の漫画、新竹鳥物語千年女王を産経新聞と同時連載していた、この連載があった当時、産経新聞が九州地区では発行されていなかったため、また松本は福岡県出身である。総監当初はアダルト名もあったが、後に廃止されている。西スポは中日スポーツ、 東京中日スポーツ、デイリースポーツの3種との共同連載企画や、4種共同の読者プレゼント企画、アタック4を実施するなど、ブロックし、地方紙系スポーツ紙との連携を強めている。西日本パイレーツの経営問題で、読売及び、巨人軍首脳に二栄誉を飲まされた、西日本新聞社首脳は、当時デイリースポーツを売っていたが、他のスポーツ新聞を売るくらいなら、 ライオンズを中心に据えた新聞を作って売ればいいんじゃないかという考えから試合の主催及び広告宣伝面でライオンズを支えるため新しいスポーツ新聞の発行を計画した当時はテレビも普及していない時代であり球場で野球を観戦するとも限らなかった多くの人にとってライオンズの情報は新聞やラジオなど限られた情報手段に頼っていた 西日本スポーツの発行で、九州全域にファンを増やし、同時に読者を獲得していきたいという狙いがあった。もともと九州は、野球ファンの多い広島や四国、名古屋などと違って、どちらかといえば、野球に対して冷めた、土地柄であった。それは、春夏の甲子園大会に象徴される、戦前の中東学校野球大会、戦後の選抜、夏選手権で、 全国制覇を狙える強いチームが少なかったせいでもあるが、そのため野球ファンの熱気がそのままプロ野球人気になだれ込むという構図にはならなかった。ところがそうした土壌の外側から西日本スポーツはプロ野球人気という熱気をライオンズファンの獲得という形で九州に吹き込んでいった。かつて一面に産業風刺コラム社交戦があって人気を博していたが、 球団や選手を中傷することもたびたびあり、読者から抗議の電話が寄せられることも少なくなかった。2001年4月25日付のコラムで、阪神タイガースの野村克也監督と、日本ハムファイターズの大島康則監督を中傷する記事を掲載して、両球団から抗議があり、2001年4月29日、限りで打ち切りになった。1990年頃に、 スポーツ新聞では初となる投書欄ファックスプラザが設けられた。投稿者のほとんどはラジオ番組のハガキ職人で構成されていた。現在では FM、滋賀や FM 石川で放送作家として活躍している投稿者もいた。画期的なコーナーだったが、うさばらしで投書する読者が少なくなかったことと、投稿者の住所を詳しく載せていた福岡県や 別府市などの表記でなく、滋賀県大津市西の省となっていたことで、投稿者の家に不幸の手紙が舞い込んでいたこと、デスクが当初欄の縮小を図ったことに加え、98年に発覚した福岡大英ホークスのスパイ行為で、正常な状態を維持することができなかったことから、自然消滅した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。